おはようございます。ただいまの時刻は9時23分です。今事務所に出勤しました。自宅からはだいたい30分ぐらいで事務所に着きます。それでは私の事務所を紹介したいと思います。入り口を入ると正面に大きな窓が見えます。この窓が気に入って、私この物件にしました。奥にはこうして相談スペースがあります。依頼者との打ち合わせとかはここを使います。本棚に少女漫画の仲良しという雑誌が何冊か置いてあります。こういう事務所ってそんなにないと思うんですね。で、奥、正面に見えるのが私の執務机ですね。一応パソコンのディスプレイは2台置きしています。2台ないと仕事できません。書面作りましたので、書面のご自立チェックと、あと後ろに資料をつけてますので、それ別紙で一緒につけておいてください。はい、わかりおま願いした。します。ただいま12時20分です。いつもよりちょっと早いのですが、今からお昼ご飯を食べに来ます。今からやっとお昼ご飯です。今日のメニューは、息子の離乳食の残りのパンの耳が主食になっていて、そこに息子の残したうどんとかバナナとかおやきとかに、ちょっと野菜をつけて食べようと思います。いただきます。やっと子供を昼寝させることに成功しました。だいたい息子の昼寝は30分なので、その間に手早くメールの返事等をしたいと思います。知り合いは逮捕されて接見要望があったので、今から実家に子供を預けて接見に行ってきます。赤ちゃん連れだと弁護士接見ができないということなので、もうこれ実家に預けてきます。行ってきます。時刻は23時過ぎです。やっと子供の寝かしつけに成功したので、今からまとめてメールを返したり、文献の確認をしようと思います。おはようございます。現在朝の8時15分です。今から先生に紹介された刑事事件の接見に行きます。頑張ります。被害者に会いに警察に来ました。今から接見をします。現在午後4時20分です。別の事務所に来て、東京地裁での民事の事件にウェブで一緒に入るとこです。今日は書面のやり取りをして、今後の進行について裁判所と相談します。頑張ります。現在夜の9時半です。朝8時に家を出てから13時間でようやく帰ってきました。今日はこれで終わりです。お疲れ様でした。現在日曜日の午後3時前です。今日は冤罪救済センターという団体の会合に来て、みんなで記録を弁護士で検討してます。わーい。